ファンファーレの生演奏に送られましてゲートインがこれからというところです。出走メンバーはタイムフライヤーゴールドドリーム名称を出しエアアルマスプリンチャーエアスピネルカフェファラオサンライフはアルフトスアナザートゥルースチューアウィザードモズアスコットインティヨシオクリソベリーサドムキターン以上の16頭によって争われます。インティ収まります。アルフトスこれから収まります。クリンチャーが今ゲートイン名称は私も入りました。そしてクリソベリー外枠に入りました。15番ゲートクリソベリーゲートインヨシオです。モズアスコットエアスキネルそしてエアアルバスそしてここをゴールドドリームゲートインあと1頭16番サトノティターンです。サトノティターン傾きかけた日差しを受けながらゲートイン全馬ゲートインが終わって係が離れます。スタートしました。さあ先行争い揃っています。何が行くか力まず4番の4号台が入ります。そして前の方を射程圏に入れながら現在3番手15番のクリソベリーさあ第4コーナーカーブ直線コースへ向かいました。これから各馬が坂を駆け上がります。さあここでインティが抜け出すかインティが抜け出すかそしてそこから10番ウィザードクリソベリーは現在4番手さあインティ抜け出したそこから10番ウィザードクリソベリーそこからボールドリーム伸びてきたボールドリーム伸びてきたGRA の10番は初では対戦していたこの中央ウィザードですが今回見事にチャンピオンズカップ中央のビッグタイトルをその手に収めました。勝ちタイムは1分49秒3です。そして2番手には2番のゴールドドリーム6分の1手2番手は確保そして3番手粘りに粘った13番のインティそしてその後15番のクリソベリルは4番手の入線です。タイムは1分49秒3上がり 800m は49秒 0600m は37秒0です。11番のチュアウィザード先行集団を見るような位置でレースを進めて直線は力強く抜け出しております。チュアウィザード尾崎啓太ジョッキーとのコンビ到達順が上がっておりますのでまずはご紹介いたしましょう。1着11番チューアウィザードそして2着2番ゴールドドリームです。3年に続いての2着3着13番のインティインティも昨年の3着と同様3着そして4着15番のクリソベリー5着12番のモズアスコット11番、2番、13番、15番、12番の順です。さあ11番のチューアウィザードレースを終えてこれから戻ってくるところです。昨年はその前地方の陣番で見事に勝利を収めてそしてその後このチャンピオンズカップしておりました。そして陣営は策を練って今回は臨みますと言っていました。さあそしてその策が見事に花を開いそしてこのチャンピオンズカップを見事に制しました尾崎啓太ジョッキーとのコンビであります。金のかけ姫派の3番キューアウィザードを制しました。その後夏は帝王賞 JBC クラシック3着3着しかし最後の最後10月 GRA のビッグタイトルチャンピオンから
チャンピオンカップ、そのチャンピオンはジュアウィザードと答え、データジョッキーの帯でありました。確定まではしばらくお待ちください。